はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。11時をちょいと回りました。10月は23日水曜日ですね。週の真ん中でございます。ですね、日経平均はと言いますとマイナス59と、まあ、動きなしですね。ドル円ね 151.69 と、円安です。香港始まりました。今日はまあちょい上げですね、183プラスと。昨日のニューヨークはですね、動きなかったんですね。はい、金が高いね、2753っていう。ビットコインも高いね、1023万日本円で。でウォンはですね、ちょっと押し返してますけども、1383ということですね。この84まで今日行ってましたけど、4.71まで行ったかな。85にかすりかけたんですまあいいんですけど、私がですね危険ラインとしているのは1400でしてまあこの勢いで行くならですね、早ければ今月中に1400の顔を覗くんちゃうかなと。まあそこで定着するかどうかは別ですけどね。そうか、そろそろですね、10月でしょ。来月あたりに韓国もですね、第3四半期の数字が出てくるんでですね、それがちょっと気になるところですね。GDP もそうですけど、輸出入とですね、企業ですね、サムソンをはじめとする企業の収益構造もどうなっているのかというあたりが気になりますけども、今回はその北の国ですね、北朝鮮でして、こんな面白い記事が出てるんですよ、これ。牧野義弘さんという朝日新聞の記者さんで、ですね、なんていうか、北朝鮮専門みたいな方ですね。私が見てる限り、北朝鮮関係の記事ばっかり書いてあるっていう感じですね。はい。あれ、中国も書いたかな？いや、でも北朝鮮かな？寝る場所を毎日変え、常にムキムキのボディーガードも暗殺を極度に恐れるキム・ジョンウンの神経質すぎる日常とはということでですね、まあこの最近鉄道爆破したとかいう話から入るんですけど、まあで統一をやめたとかいう話もあるんですけど、そんなまあどうでもいい。キム・ジョンウンが昔から暗殺を極度に恐れてるってよく知られてることなんですね。で、最近そのキム・ジョンウンをビビらしたのがですね、ヒズボラのですね、指導者、ハッサン・ナスララ氏をですね、イスラエルがですね、空爆によってですね、まあ、プッチンしたという事件がありました。レバノン南部のですね、レバノンの地下施設かな。で、そのね、ヒズボラはですね、北朝鮮が協力してるんですって。北朝鮮のノウハウで地下道とか張り巡らしてるらしいですね。ほんで武器弾薬もですね、援助してるみたいですね。まあ売ってるんでしょうけどね、お金を出して北朝鮮ただでやるほど、そのなんていうかこうあれ困ってますからね。ヒズボラにはですね、イランが金出してます。だからイランからのお金がヒズボラ経由で北朝鮮に流れているのかもしれませんね。で、でこのですね、ヒズボラの指導者をですね、空爆によってですね、その変な広告空爆によってですね、プッチンしたんですけど、そのやり方がね、すごいんですよ。外電などによればイスラエル軍は数分間に約900キロの地中貫通爆弾バンカーバスター、なんか爆弾で穴掘ってってね、ほんで一番その底の方にいるやつを、でここにいるやつをバン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 って掘ってってドカンってやるんですすごい。80発、900キロかける80発ですよ。くわーって感じですね。ハック72ですから、ですね、70トンぐらいですね。
ホツカイ・ナスーララ氏らを殺害した。航空自衛隊の元空将はイスラエル軍の攻撃についてターゲティングとインテリジェンスの威力を見せつけた攻撃だと語ると。もう何と言いますかね、このものすごい荒っぽいやり方ですよね。荒っぽいけど最近その荒っぽいのが確実になっていくと。でそのイスラエルの諜報網はすごいですから、そのこのヒズボラの指導者がここに確実にいるという情報を伝えて、でそこを確実に攻撃してですね、そのプッチンしたということですね。いやほんでね、キム・ジョンも実はですね、毎日毎日ね寝るところを変えてですね、多分穴蔵だから寝てるんですこいつ。でやってるんですけどもですね、そのもしかしたらこういうやり方でですね、韓国やアメリカがプッチン、俺のことプッチン しに来よるでということでビビりまくってるという話ですね。こんなことされるとね、多少の地下にいてもアウトでしょ。なんで、ビビりまくってるという話ですね。いやそのね、まあそれででもその今のところですね、韓国もですねアメリカもそこまでする気はないみたいですけど、それはいつでもやったんでぐらいのですねこう勢いはありますよね。こう兵士の間をこう歩いていく姿、まあボディーガードがガツッとガードしてますね。キム・ジョンウン氏は平壌市内にも複数の宿舎を用意し、常に就寝する場所を変えている。キム・ジョンウン氏が公の場に登場する際には常に付近を立ち入り禁止区域に指定すると。しかし1週間のうち3度も平壌上空に無人機の侵入を許したことが事実なら、キム・ジョンウン氏の警護体制も万全なのかどうか怪しくなると。うわこのね、同じ車をですね3台連ねていって、どこにどれに乗ってるかわからんようにしてるんですね。まあしかし、まあですね、プッチン作戦、いわゆる斬首作戦と呼ばれてるんですけども、その斬首作戦が実行される、今のところね現状で突然それが実行されるとは思いません。でもなんかね、キム・ジョンウンがやらかした場合、例えばですね核実験をですねまた再開するとか、ですね、あるいは ICBM をですね、今はルフテッド軌道ってこういうふうに言ってますけど、こういうふうに言ってですね、ハワイの沖ぐらいまで飛ばしてみるとかね。そんなことをやり始めたらですね、アメリカは真剣にですね、その斬首作戦を検討するでしょうね。斬首作戦自体はそんなに難しくないと思うんですね。でも難しいのはね、プッチンした後どうするのって世界ですね。北をどうするのという世界ですね。プッチンしたから体制が崩れるかというと多分崩れないと思うんですね。今だったらすぐにヨジョンが引き継ぐと思うんですね。まあ、ヨジョンと一緒でプッチンしたらいいんですけど、それはよく分からない。ヨジョンが引き継ぐってやると思うんですけど、その、まあ、ヨジョンもプッチンした場合どうなるかというと、ですね、まあ、よう分からんっていう世界ですね。一気に 無政府状態になる可能性もあります。一番平和なのはですね、中国軍に入ってきてもらうことなんですけど、今の中国軍に乗って北朝鮮を抱え込むってかなり負担でしょう。だからどうしようもないですね。現状のままおとなしくしてくれてるのが一番いいんですけどね。キム・ジョンウンも、でもなんかやらかすかもしれません。はい、ということでこのですね、文春オンラインです。寝る場所を毎日変え、常にムキムキボディーガードに守られてですね、ビビりまくってるキム・ジョンウン君というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。